はい、今日はですね、ご自身の家族もしくは知人ですねの現実をいいものに変えてあげたいって思っている人のための動画になってます。これ最後までご覧になると、自分の家族や知人友人、そういった方々の現実がどんどん良くなっていくような流れになっていっちゃいますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、素敵なあなたへ、理想の現実へガラッと変える行動心理を伝える現実シフト専門家の篠崎みどりと申します。今日はですね、テーマにもありますように、家族の現実をいいものに変えたいという方からのお悩みを頂戴しております。ちょっとお悩みを読み上げていきます。こんにちは、いつも有意義な発信ありがとうございます。私の両親や夫や子供など、自分以外の人たちがうまくいくようにいいイメージを想像するようにしているのですが、その人たちはなかなか現実がうまく変わらなかったりします。やはり現実を動かすのは本人にしかできないことなのでしょうか。馬を水飲み場まで連れていくことはできても、水を飲むのかはその馬が決めることということなのか、それでも他人ができることは何かありますか、というお悩みなんですよね。ありがとうございます。実はこれ以前ね、今年の3月あたりかな、ライブ配信でいただいたお悩みとして取り上げて回答をしているんですね。でも同じように悩まれてる方いらっしゃるんじゃないかなと思って、今回あえて、わざわざこうピックアップして、もう一回動画でね詳しめに解説しようと思っております。そう、なんでこういったお悩み発生するのかっていうところをちょっと紐解いていくと、この質問者さんの視点がとても重要なんですよ。悩んでいる知人友人や家族じゃなくて、それを見ている質問者さんの視点がとっても重要なんですね。で、その質問者さんの視点から見ると、表面的な部分しか見えてない可能性っていうのがまず一つありますよと。で、もう一つはですね、部分的に見えていないのに加えて、自分自身のフィルターというか解釈を通して知人友人ご家族を見ていらっしゃるわけです。つまりはこの家族、自分自身の家族はこのまま行ったら不幸になるに違いないとか、現実が今良くないところに直面しているぞという判断が起きてるんですね。その判断は場合によってはですね、正しくない可能性もあるんですよ。その現実がより良くなっていってないっていうのを、もしね助けを求められているのであれば、もう簡単です。さっきね、このね、ご自身のお悩みの中からもすごいいい気づきをねシェアされてたんですよ。自分自身のマインドが変わることが大事だと。そう、つまりはご自身がね不幸そうだなーって見ていらっしゃるご家族が、しっかりと今自分は不幸であると、うまくいってないんだというのをどうしたらいいって尋ねてこられた時に、初めてそのアドバイスをしてあげたらいいんですよ。実は心が大事なんだよと、あなたの心が変わると現実も変わるよっていうアドバイスが効いてくるわけですね。だけども、その助けも求められていないのに、あなたの心がダメなのよとか、あなたの心を変えなさいなんて言っても、余計なお世話でしかなくて、いやいやいや今これでも幸せなんですけどみたいなことになる可能性があるわけですよ。そう、とはいえ、このね質問者さんというか悩み相談者さんの、こういった家族や知人の現実がより良くなってないということがポロッとこうご自身のね悩みとして浮上してくるってことは、おそらくご家族とかがなんか、はぁーって、なんでいつもこうなんだろうとか、ああとか、ため息いっぱいついてたり、なんか落ち込んでいたり、ああうまくいかないな、どうして私ばっかりこううまくいかないのかしらってぼやいていたりするのを耳にして、ああこの人たちもなんとかよくしてあげたいと思ったわけですよね。だったらどうしたらいいかっていうのはもう簡単ですよ。そのコミュニケーション、さりげないコミュニケーションの中で、その人たち、まるで不幸そうに見えるそのご家族や知人友人たちにですね、ハッピーに思えるようなフォーカスに切り替えてあげるようなコミュニケーションを取ってあげることが必要なんですよ。そう、つまりは、例えばはぁってため息をついているのであれば、どうしたのって聞いてあげて、いやーこれがこうでね、ああでねってこう不満や愚痴が漏れてきたら、そっかー、それは大変だったねーってまずは共感してあげたりして、そこからですよ、共感してあげて、私もあなたの立場だったらすごい大変だと思うよと、でもさーすごくよくやってると思わないと、あなたはもっともっと自分自身で自分のことを評価してあげてもいいよって、それぐらいよくやっているよとか、私が見ててとっても素敵だと思うよって、そんなに落ち込むことでもないかもしれないねって、優しくこう気づきに促していく、自分のマインドが明るい方に向かっていけるように優しく促してあげる、これが大事なのかなと思いますね。そう、今なんでそのポイントをお伝えしたかっていうと、無理やり自分の価値観を押し付けようとしないでねってことでもあるんです。あなたいつも不幸そうねと、いつもため息ついてちゃダメよと、ちゃんとこっちのいいポジティブな方にフォーカスしなきゃとかね、そういう価値観の押し付けになっちゃうと、その人はさらにもっとうーってこう、なんか居心地悪いとか苦しいっていうところにね行っちゃうかもしれないので、
そんなことはしなくていいわけですね。さりげなくさりげなく自分の中からのこう海悪不平不満愚痴、そういったものをドロロッとこう引き出してあげて、出させて吐き出させてあげて、そこからあなたのハッピーマインドというかね、幸せに考えられるような価値観をさらっとこう流し込んであげるみたいなね、さりげなくさりげなく流し込んであげる、決して押し付けることなくですね、やってあげるとね、ご家族や知人友人も知らぬ間にどんどん幸せな方向に現実は変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。はい、それでもうまくいかない場合はどうしたらいいのっていうところなんですけども、もちろん解決策はありますが、その前にいつものごとく CM を入れさせてください。明日死んでも後悔しないと思えるぐらい今日という一日を素敵に生きれるエッセンスが詰まった動画をプレゼントしております。ぜひ概要欄の、リンクにあります LINE のお友達の登録のリンクをですね探していただいて、そこからポチッとお友達登録していただくとプレゼント動画がポポポーンと流れてきますので、ぜひそれを受け取ってハッピーな、毎日を生きてみてください。そして好きなことややりたいことを仕事にしていくためにはビジネスやマーケティングの知識がとっても大事になります。そういったところもですね LINE から結構無料で動画コンテンツ配信してたりもしますので、そういったものも受け取って何かご自身の毎日を良くする参考に使っていただければ嬉しいです。はい、じゃあさっきのね、それでもうまくいかない場合どうしたらいいのとね、しれーっとさりげなくねハッピーマインドになっていけるようなあの価値観をね入れていってはどうですかっていうのがね、なかなかうまくいかないなっていう場合どうしたらいいかっていうと、もうこれ簡単なんですよ。物事っていうのは常に常に常にいい面と悪い面どっちも含んでるんです。だから一見あなたの知人友人もしくはご家族が、あーあーって落ち込んでたり、うまくいってなさそうって不幸そうな様子を見せていてもですね、それもそれでご家族や知人友人にとってとてもいい局面になってる可能性があるよってことです。そう、そこから得られる学びや気づきっていうのもあるんですよ。逆にそれを体験するおかげで次のうまくいく出来事にシフトしていけるって可能性も大いにあるんですね。私自身がそうなんですけども、私今までもね苦しい局面やピンチの局面ねいっぱいあったんですけど、それが漏れなくチャンスだったんですよ今思うと。だからご家族もその一見ピンチそうに見える、一見うまくいってなさそうに見えるその様子もですね、必ずいい面につながってますので、もうそれを信頼してあげたらいいんですよ。ああ、きっと今こうやってね大変そうだけど、うまくいってなさそうだけど、うまくいくための必要な肥やしになってるんだなって思ってあげたらいいんですよ。そしてそっと遠くから信じて見守る、それでいいんじゃないかなと思いますけどね。で、結果的にそうやって見守っていると、やっぱりいつの間にか笑顔になってるご家族の現実っていうのが見えてくると思います。ちょっと辛抱強くその辛そうな場面をこう見守ってあげて、きっとこの人は良くなる、きっとこの人はいろんなことに気づいている今最中なんだ、学んでいる最中なんだ、この人は強い魂だからきっと乗り越えていけるっていうのを信じてあげると、あなたがそう思うとそういう現実になりますから、ぜひそこまでセットで見てあげてください。そうすると、冒頭でお話ししてましたように、ご自身のご家族や知人友人がですねすごい素敵な現実を迎えているに違いないんじゃないかなと思います。ぜひ最後まで見守ってあげてください。はい、そういうわけでですね、次回もまたね、皆さんにとってすごく、ああよかったそうだよねとか、気づいてホッとするとかね、嬉しくなる、元気になるような、そんな動画をね届けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン押してください。ライブもねしょっちゅうやってますので、そちらも楽しんでいただけると嬉しいです。それではありがとうございました。いやー、さっき、いや、このうちの地元というか今住んでいるところね、九州のあの片田舎のあの町なんですけど、無添加の調味料で、もう完全にこう体に優しい食材で作ったラーメン屋さんがあるんですよ。で、ラーメンって言ったらね、なんか体に悪いイメージですけど、それのね、無添加調味料、調味料も無添加で、体に優しい食材、それこそ無農薬のお野菜とかを使って作ったね、ラーメン屋さんがあるんですよね。まあ多少ね、お肉とか、そういったものあるんですけど、煮干しの出汁だったりとか、まあ、そういったちょっとこだわりのラーメン屋さんがあって、そこ行ってきたんですよ。もう美味しくてね、私は結構リピーターで、いつもね並んでるんですよ。すごい田舎のラーメン屋さんで、すごいちっちゃい店舗なんですけど、並んでるんですよ。ね、さっきそれを食べたもんだから、もう今眠くて眠くてしょうがない。この後もね YouTube ライブやるんですけどね、眠いな。今日いっぱいやんなきゃいけないことあるんですけど、うん、頑張ってラーメン食べたし、頑張って午後も乗り切っちゃおうかな。はい、そんなあなたもぜひこの YouTube をご覧になって、よしやろうって思ってみてください。はい、また次回。